デナム男爵は、英国の男爵、貴族、連合王国貴族爵位。保守党の政治家、ジョージ・ボーヤーが1937年にジョイされたことに始まり、以降は、ボーヤー家が保持している。1950年以降、純男爵も承継し保持しているため、本校では純男爵の歴史についても触れる。一族の邸宅ラドリーホールボーヤー家は少なくとも16世紀。 ゴロまで遡ることができる旧家である。その祖、ウィリアム・ボーヤーは、バッキンガム選挙区選出の庶民委員議員を務めた政治家で、彼が1660年6月25日に、順断尺に上された。その後は、初代順断尺の系統で、尺位は承継された。五代順断尺ジョージは、イギリス海軍の提督として活躍し、フランス革命戦争における最大の海戦である。 英光の6月1日に参加した。彼は、改選での勝利への貢献を認められて、1794年に、新規に、順弾尺を授けられている。6代順ジ尺ージは、マームズベリー選挙区及びアビンドン選挙区選出の、庶民院議員を務めた。7代順ジ尺ージも父同様に政治家として、活動して、弾道区選挙区選出の庶民院議員であった。 初代男爵、ジョージ・ボーヤーまた、三代純男爵の三男の子孫、サー・ジョージ・ボーヤーも1933年に、連合王国純男爵くらいの純男爵を、授けられている。彼はついで1937年に、連合王国貴族として、バッキンガムュウエストン・アンダーウッドのデナム男爵に、助せられて、貴族に列した。彼は、国立ドッグレース協会理事を務めて、 オックスフォード・スタジアムの完成に貢献している。初代男爵が1948年に亡くなると、男爵位は、息子バートラムが相続した。その後、本家筋に当たる9代純男爵ジョージが1950年に、死死なく、没したため、1794年創設の純男爵位は廃絶した。一方、1660年創設の純男爵位は、 文イエスジのバートラムが継承したため、男爵位に2つの順男爵位が従属することとなった。その2代男爵バートラムは1999年貴族院、法制定以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。一族の邸宅は、バッキンガムシャー州ウエストンアンダーウッド近郊に位置する、ラウンドリーコテージ。厳冬種である、第2代。 デナム男爵バートラムスタンデー・ミトフォード・ボーヤーは以下の爵位を保有している。法定推定相続人は現当主の息子であるリチャード・グレンビル・ジョージ・ボーヤー閣下。ありがとうございます。